現状では、再開する、新年度再開するという方針ですけど、これは現状変わりないということでいいですか。現状の方針は、新年度新学期に再開すべく準備をするということで、今、教育委員会として準備をしていただいています。例えば、新年度に向けた投稿ですとか、この説明ですとか、そういったことをしていただいています。ただ、国においても、感染拡大の状況を見ながら、再開するとすればどういうことに留意する必要があるのか、また、再開しないという判断があるのかないのか等についても検討されているように聞いておりますので、教育委員会も今、そういう状況を見ながら、どういう判断をしたらいいのかということを検討いただいているところと承知しています。現状では、ただ、再休校ではなく、再開するという方向で進んでいるという理解なんですか。先ほど申し上げたように、現在は新年度新学期から学校を再開すべく準備をしているその場合に、もし、ね、今の話、含みがあるので、休校を続けるとすると、どういう条件だと、どう休校になるんでしょうか。それはいろんな状況があると思います。最近若い世代にも感染が広がってきているという状況、それらが県内それぞれの地域にどのように影響を波及してくるのかというような状況ですとか、県外で例えば保育に携わる方ですとか、例えば学校関係者への感染なども出てくるとすれば、増えていくとすれば、そういった状況をどう見るのか、また再開するにしてもこういったことに注意してくださいと呼びかけられていること、例えばマスクをする、消毒をどうする、そういった資機材がどの程度準備できるのかできてないのかなどですね、さまざまなことがあると思いますので、そこは総合的に見ていきたいと思います。ただですね、結局ある程度それぞれに基準がないと、なんかもわっとした、なんとなく危ないとかみたいなレベルで判断されるっていうのは、非常に恣意的にもなりかねるので、やはりある、もうすでにこれだけ前回の、これまでの休校した判断もあるわけですから、その1ヶ月の経験から、基準なりですね、数値なりですね、こういうことが起きたらこうするっていうことは、すでに作ってておかしくないと思ってるんですけど。そのご指摘は、私は受け止めたいと思うんです。その分かりやすさというか、その見やすさというものは、常に求められるものだと思いますが、おそらく総理も相当いろんなことを悩まれて、あの時の休校行政の発言をなさったと思いますが、前例のない感染症対策ですので、やはり状況を見ながら、その先のことを考えて、最善の策だと思われることを、その地域、地域のそれぞれ責任ある者たちが、時には指示をし、時には要請をするということではないかと思います。一方で、以前の会見でも申し上げましたが、子どもたちの学ぶ機会というのは、その時々、年代によりも大変重要だと思います。また、指示としての体験は、もちろんこういった場面でしっかりと行使するときは行使させていただきますが、私は例えば教育に対する知事の権能、そういったものは極力抑制的に、謙虚に行使するというのが私の旨でございますので、そういったことも慎重に検討判断した上で決定をしていただきます。知事の普段からですね、弱者に目配りする姿勢は理解しています。その上で、ただ教育というのは、やはり基本的にその憲法でも重要視されている権利、三大権利の一つですから、それをやっぱり休校という形で奪うというのは、やはり抑制的であるという方向は多分同意するんですけど、やはりその抑制的にやるんであれば、やっぱり何らかの基準をしっかり備え、その基準において、これだけ例えばこの地域で発生したらこうする、例えば同じ大津でも、
の方の大津で発生しても、それが瀬田まで関係する、同じ大津だから瀬田まで関係するのか、長浜だと大きい自治体です。そういうところで、抑制的に対応するのに、より広い網をかけることで、教育を奪うということをすると、これからもっと深刻になったときに、出口がなくなっちゃうなと思って、います。なので、で多くの、まあ、子どもだけじゃなくて、まあ、知事、ね、おかしいと思いますけど、親御さんも大変困ってると思うので、またやっぱり滋賀県の教育の学力テストもなくなりましたけど、やはりね、学力の面でも滋賀頑張ってますから、やはりそのなるべく抑制的に知事が判断していただくと嬉しいんですけど、その上で、緊急事態宣言が出た場合ですね、一方で、その、まあ仮に関西とかそういうエリアで出ちゃうと、滋賀県も含まれてしまうわけなんです。そうしたときに、やはりその大阪、兵庫が多いですけど、その通勤圏でもありますから、やっぱり滋賀への影響もあるのかなというふうに思ってるんですけど、それ最初はやっぱり、基本的には休校中心に聞いてますけど、抑制的に対応するというのがいいんでしょうか。そこは状況によります。公衆衛生をご担当していただいている方が今、例えば感染者がどこかで、どういう濃厚接触があって、いろいろチェック、調査していただいておりますが、やはり今ご指摘のあった通り、京都、大阪で、多く発生した場合、そことの行き往来、通勤、通学が、そういった県内での、発生確認の原因になっているようなこと、現実あるわけで、しかしその後の広がりが、これはそれぞれの例えば周りの方々のいろんな注意をした対応等によって防ぎ得ている、こういったこともありますので、ね、だから一概に例えば数だけでとかいうことよりも、少しそういう発生増加状況を見た上で判断することが必要ではないかと思います。ごめんなさい、名前なくなって申し訳ないです。あとさっきの質問で知事のね、感染した場合の話はされたんですけど、県の職員が感染した場合、例えばその株ごとに占めるのかとか、その何らかの対応を考えてるんでしょうか。それもどのようなレベルで、数で、いつ、どの部署で発生するかによると思います。占められる部屋かなんていうのはおよそないんですけど、でも例えばその中で多く感染者が出た場合、代替をどうしていくのか、その際の業務をこれは今必要ないから取り回そうと言って休むのか、ここもやはり状況を見て臨機応変に対応する。ただその臨機応変っていうのはまたね、その場所のその場その場で対応するのではなくて、常に何度も会議をされているわけですから、それなりの基準というのが、こういう部署で仮に1人発生した場合はテレワークに移行しましょうとか、そういうのはあってしかるべきだと思うんですけど、その場その場ではなくて、そこも、その分かりやすさを求められる求めは承るんですけど、申し訳ございません、ちょっとそこも状況によるのではないかなと思うんですが、つまりですね、状況によるのは分かるんですけど、つまりただ一つの基準がなかったら、その状況のこういうとりあえず一つのスタンダードがあって、それに対して大体の状況はこうだから、ちょっと対応アレンジしようねっていうのはありだと思うんですけど、その一つの基準もなかったら、例えば基本的にお店で飲食店だったら、店で感染者がアルバイトでも発生したら店閉めてますよね。それ一つの基準だと思うんですけど、その、まあ、僕たちの業界もね、その感染者もし仮に僕が感染したらこうするっていうふうにしてますので、こういう対応するっていう決めてますので、そのやはり県の中枢の機能で その知事だけ、知事はテレワークできるかもしれないですけど、ね、まあ、できないかもしれないですけど、ごめんなさい、やはりその辺はしっかりとした明文化したものを作っておかないと、ごてごてになって、ね、大変なことになる場合に作っておいた方がいいんじゃないかなって。はい、新型ウイルス、新型インフルエンザ対策の計画の中で、そういった職場内に、県庁の職場内に発生してきた場合の措置等についても一定対策を講じてますので、そういったことがしっかりと動いていくように、そういうふうに進めていきたいと思います。
それでは、京都岡本さん。京都新聞の岡本です。よろしくお願いします。すみません、先ほど中日さん の、 質問に関連してなんですけれども、はい、西山さん の、 再審理解が確定した件で、県警の対応についての知事 の、 主張を聞かせていただきたいんですけれども、判決では事件性すらなかったというふうに言われておりますが、県警は謝罪もなく、また調査もしないという方針ですが、それについて知事はどう思っていらっしゃいますでしょうか。結果こういった有罪だと言ってきたこと、言われてきたことが無罪だという、このことをどうそれぞれが考えるのかということだと思います。その時々、それぞれの方が最善だと思うことをなさってたおつもりだったのかもしれませんけれども、そうじゃなかったということが示談されたときに、判決だけにどう、対応していかれるのかということだと思います。県警も行って内部調査があったのかもしれませんし、国もこういった冤罪が起こることについての問題を認識してなのか、取り調べの録音が問題ですとか、いろんな取り調べ議論の向上策を一定講じられていると思いますので、こういったことは取り進めていかなければならないんだと。知事には予算執行権がありますね。今回 の、 判決を見て反省すべき点があったとは考えられませんでしょうか。県民の方が無実無罪の罪で長期にわたり受けなくてもいい刑罰を受けてしまうことになられたことについては大変遺憾に思います。もっとそうならない対応があったのではないですか。すみません、今じゃあどこの誰にっていうことは全て申し上げるわけではないんですけど、したがってそういった刑事死亡手続きのいろんなところに必要なサポートが届けられるようなそういう仕組みというものをより整えていく。ということを申し上げます。毎日マイクをお願いします。毎日新聞の小野です。すみません、先ほどのよろしくお願いします。ちょっと中央病院に追加でお伺いしたいんですけれども、はい、県警の対応、先ほど申し上げ申し上げられましたけれども、かなり原因究明については消極的な姿勢、原因究明については消極的な姿勢を示しておりまして、これに対して県としてはどういった姿勢を、しているの、対応対策を求められるでしょうか。まだ今後のいろんな司法手続きもあると思いますので、多くを私の立場で申し上げませんが、県警をして今回の結果をどう受け止められるのかということだと思います。消極的な姿勢に対しては、知事として特に何て言うんですかね、言葉としては評価というかですね、そういった面については申し上げ、いや、すみません、どこのどの部分をとってどう消極的なのかと表現してらっしゃるのかというのは私も定かではありませんけれども、それは県警をして、どう受け止められるのかというふうに考えています。ありがとうございます。すみません、話が変わるんですけれども、新型コロナの影響、先ほども出ましたけれども、今回、新入、新しくですね、入居される方に関して、各部ごとに知事室に、入ってもらってメッセージを渡していく、激励をするという形での対応になったと思うんですが、実際やられた、ご感想、異例の事態だったと思うんですが、ご感想の方と、言葉に込められた意味ですね、意味というか思いですね、を教えてください。まず、一様に新入職員の皆さん、緊張していらっしゃいましたね。学生時代を卒業して、県庁に入られた
で、交換このような報道等もある中で、自分が映す側になってはいけないという思いからなのか、もちろん映ってはいけないということもあるんでしょうけれども、マスクをして現実に入ってくる、緊張して、予防しながら、防御しながら、いろんなことを考えながら入室してきてくれたなと思っています。ただ表情なんか見てますね。緊張の中にも頑張ろうというその人なりの静かな闘志が見えたのではないかなと思いましたので、心強く思ったところです。まあ、私の込めたメッセージは言葉の通りなんですけど、いろいろそんなこともあるだろうと夢描いて頑張ろうと。ただ一日それぞれの仕事ができることは小さいかもしれへんけど、ぜひ前に進んでいこうと。僕もそう考えてるんだ。一緒に頑張ろう。そういう思いを込めた。あと1問。京都吉田さん。ありがとうございます。この彦根城世界遺産に向けた推薦書原案の提出は、事前に原画からの説明があったんですけども、大変、大切な一歩を、世の中に、世界に記すことになったんだなという思いで、身の引き締まる思いでございます。頑張ってやらなければならないなという、そういう熱い思いもあります。内容は記載の通りなんですけど、私このテーマは平成4年の暫定一覧の記載から随分時間がかかってます。ようやく文化庁に推薦書原案を出すことができたということですので、ただまあある意味では世界遺産登録のスタートラインだったということでございますので、しっかりとこの機を逃すことなく登録を実現することができるように、滋賀県はもちろんですけど彦根市、また多くの県民の皆さんと一体となって努力を積み重ね、17世紀から19世紀の幕藩体制、その日本の政治体制という言葉で申し上げましたけど、私はこのことによって平和なこの200年余りを築くことができた基礎があったのではないか、また手に職を持ち、それぞれ技能を向上させ町を作っていくという、こういう知恵があったのではないか、こういった歴史はしっかりと検証されてしかるべきではないか、むしろこれからの世界の生きる知恵ヒントがこの彦根城を中心とする町の中に、町中の中にあるんじゃないか、私たち自身がそのことを学び、自信と確信を持って、発信していける、そういう取り組みにしていこうということで、この協議をすることは、いつも時間オーバーで、後の予定がもうめちゃめちゃになってしまうぐらい、ね、話しするんですよね。そういう思いを持っています。じゃあ、もう、じゃあ、はい、やっぱり、私も朝の報道を見せしてですね、そういう情報を掴んで、どうなるのかな心配しているところなんですが、当面はこの様子を見守りたいと思っています。ただ島根県さんも5月開催に向けて鋭意準備をしてこられた、それを伸ばさざるを得ない、じゃあどこに伸ばすのか、じゃあ伸びた後のそのスケジュールをどう考えるのか、またそれぞれのこれは国土緑化推進機構をはじめ
県知事が、東京都の方、無症状の方はぜひ石川県に観光に来てくださいねというアピールをして、地元がちょっと困惑をしているというような報道がありまして、昨日ですか、知事は滋賀県から、50人以上の感染者が確認されている9都道府県への移動というのを制限を自主もお願いしたいと発表されまして、ただ県内いろいろ伺っていますと、県内の観光施設に滋賀県はまだ少ないかとか自然の空気を吸いたいかとか、土日たくさんの観光の特に家族連れの方が来られているそうなんです、その来てくださいという呼びかけはどうかとは思うんですけれども、それを踏まえてですね、県民が外に出ないような、自分たちを守るという動きを見せているんですけれども、外からたくさん来られている状況についてのケアで市長はご紹介しました。まず私が昨日県民の皆様方に要請させていただいたのは、感染拡大地域、すなわち昨日現在で50人以上の感染者が出ている地域に不要不急の外出往来縮小等を控えてほしい、こういうお願いをしました。その一つの、基準といいますか、どこに線を引いたかというのは、50人以上感染者が出ている、そういうところでございます。県内は今のところそういう状況にないということですが、今の質問の中にもありましたように、密閉、密集、密接がない状態で過ごすということ、例えば琵琶湖の上で釣りをするとか、小川を走るとか、山を歩くとかですね、こういったことはそういったリスクが少ないと考えられる、そういう機会を作って、自分たちの何て言うんですかね、余暇を楽しんだり、いろんなものを発散させたりっていう、これも大変重要な私は活動だと思っています。で、そういうことに適した場所ですとか、そういったことに適したサービスですとか、そういったことに適した機会、そういうものはより分かりやすく伝えていくということも必要なのではないか。ただ、やっぱりいろんな対策を講じた上でということです。例えば、サメガイの養豚場で開いたんですけど、意外に消毒に時間がかかって、その費用を対策等が大変だというような現場の声を聞いてますので、そういったこともやっぱり総合的に考えながら持続可能な、そういった状況を作り出していくということだと思いますので、少しどう言っていくのか、そしてどうフォローしていくのかということを県としても考えていきたいと思います。ありがとうございます。それではこれで本日の代表を